僕はこれ YouTuber になるんですか。そうです磯野野球構成のやつですね磯野ってやつそっか、ごめんなさい。小技でふざけようとするのが俳優の良くないところですよね。本当にね、こんにちは、須田雅樹です。こんにちは、中村智也です。8月28日に、はい、サンキュー神様という曲を、まあ、僕ら2人の名前名義で、はい、まあ、リリースするということになりました。それで、まあ、ただリリースするだけでもですね、うん、まあ、智也さんも普段、うん、歌歌手活動みたいなこともしてないじゃないですか。してない、してない、ね、で今後も別に、うん、まあ、俳優なわけじゃないですか。で、まあ、突然こんな急なコラボをまあ2人でしたという、うん、まあ、経緯であったり、あの、まあ、意味合いっていうんですかね。で、まあ、せっかく僕あの、うん、須田雅樹 YouTube チャンネルがあるので、これでしょ、これです、音楽のね、PV を、そうです、基本的に PV しか上げてないんですけど、初トーク、まあ、初トークですよ。お、僕はこれ YouTuber になるんですか。そうです俺知らなかった、 YouTuber なんだ。僕一足先にこの春 YouTuber デビューして、あ、 YouTuber になってるんですか、はい、わ、先にやられた、なんか時代に乗り遅れるからなまあまあ、 あのせっかくこんな場所もあるので、はい、まあ、自分たちの口で喋ろうという動画でございます。はい、です、よろしくお願いします。ということで、はいはい、なんかいろいろ札がありますが、はい、そうですね、トークテーマ的な、トークテーマ的な、まあ、じゃあまず完成した曲の感想とかにします。あ、これ最初に言っといた方がいいんじゃない。どれ、あ、最初にそれか、きっかけね、これです。逆逆、 YouTube ってこうだからそっか、うん、手を後ろだから前にはちょっと見えなくなっちゃう。まあこれはまあ、コロナの影響もあっての自粛期間っていうのが皆さんもあったと思います。僕らもあって、で、まあ基本的にもう全仕事ストップでしたよね。基本的にはそうでしたね、この春はね、もうみんなやっぱり家で自粛だったので、うん、まあ、そんな中で、まあ、なんかこの時間を利用してできることないかなと、うんうんうん、僕自身も初めてこんなやっぱ家にずっといるみたいなこともあったので、うん、そんなことないじゃないですか、うん、後々振り返った時にこの時間があってよかったなって思えることが一個でも欲しいなと思って、で、まあ、ものづくりをしようと。でその中で、まあ、僕は勝手に夢としてこう智也さん、中村智也さんと、まあ、事務所が一緒なわけなんですけれども、うん、あの智也さんがこう、まあ、ミュージカルだったり、はい、ディズニーだったりで、まあ、歌ってる声が好きなの で、 でなんか一緒にいつか、あと、まあ、全然あの裏でね一緒にこう歌ってたりとかしてたじゃないですか、うんうん、あの感じ楽しかったんで、なんかこのハンドメイドのねものづくりで歌一緒にできないかななんて思って連絡させていただき、そうで、じゃあ一緒に遊ぼうよと、そう、本当にそんなノリから始まった、うん、お声をいただき、具体的にどうするとかさ、うん、そんなにない段階でやろうぜってなったもんね。そうですね、でそっからどうするって、そうですね、曲できてからじゃあ どうやって表出そうかっていうことだったんで、そうそうそう、一緒に何か作ろうよがスタートで、うん、そのスタンスはずっと今も変わらず、変わらずですね、ね、で、まあ、いろんな大人の方にお力を借りて、そう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 、今こういうふうに今動画が上がってるということですね、うん、どうでしたか気持ちとしては。いや、もう須田に誘ってもらったらそれはやるよね。ああ、よかった。そのだからそこから先のどういうふうに発信していくのかっていうところだけ、うん、ちゃんとね、うん、あの方向性が決まればあとはもう自由に作れるなっていう信頼感が須田との関係性ではあるので、いや、いや、 うん、いや、 やろうよやろうよっていう、もう簡単な感じでしたね。いや、意義のあるなんか時間だったような気がしますね、うん、だ、僕も音楽っていうのはさ、その、まあ、ミュージカルとかはやってるけど、うん、だから抵抗なかったですか。ない、なんか、まあ、抵抗はないですね。あ、だからやっぱりね、まあ、あの春自分もいろんなこと発信してた、勝手に垂れ流してたんだけど、はいはいはい、それやるときになんかそのスタンスみたいのは自分の中で決めてたのがあって、うん、そこからはみ出さなければ OK っていうのがあったんだよね、いろいろやる中で、うん、でそこに須田から誘ってもらったのもちゃんとその道の幅にポンって入ってきたから、いやいやいや、何にも抵抗はなかったし、まず何よりも僕らが楽しんでるっていうのはね、うん、こうやって真面目に喋っちゃいるけど、まあそうですね、うん、ずっとそれは継続して ある企画だったかな、うん、そうですね。そして、まあ、僕らトップコートで事務所に
所属してるわけですけど、まあ、コーラスでね、うん、うちの事務所の先輩方が協力をしてくださる、あの方たちがこれなんかだから聞いて当たったらすごいなと思ったんだけどね。あ、声聞いてね、まあ、別にここで言わなくてもいいですけどね。まあ、クレジ曲のクレジットには出てるからバレるっちゃバレるのであれですけどね。なんかそのなんだろう、そんな別にさ名前出したくて参加してくれたわけじゃないですか。いや本当にそうそうそう、そうですね、確かに。あ、じゃあそこはいいかもしれないですか。いやいやそう、先輩じゃんね、楽しいよねそういうジョイン感、うん、確かに嬉しいですよね。だからみんなもなんかこう、なんか面白い遊びあったら誘ってよっていう時間でもあったから、そう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 、うずうずしてるよねみんなね、ものづくりの人たちは。あの時はそうですね、だからみんな楽しんで参加してくれましたね。うどうですか、それを経てできた曲。うん、これ言っとく、これ言っときますか、その流れで、はいはい、感想ですって。感想どうですか。いやいや、そもそもこの曲やりませんかって聞いた時どうでした。ああ、いいなって思ったよ。ああ、よかった。本当にそこからやり取りだったもんね。そうですね、もともとこの曲は、3年前に作ってた。そうですね、3年前にあった曲ですね。須田将暉チーミーさんという方が作ってくれて、活動のストックの一つとしてあった、はいはい、そうですね、曲で歌詞もあってね、須田が歌ってる音源もありました。ありました、3音階分ぐらい撮ってる。あ、そうね試して試しての時期の曲なんで、ね、そう、それが最初に来て これでやりませんかみたいな、はいはい、まあ、いいんじゃないっつって、うん、で歌詞を考え直そうか2人でみたいな。そうですね、今歌う上で歌詞チェンジ。そう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 、前のやつ、元のやつはもうちょっとこう仲間と の、 そうです、ね、あの時間の価値みたいなものを改めて見つめ直した幸せについて触れてる歌だったじゃん、うんうん、そうですね、まあ、それをこうもっと多くの、なんていうんですかね、多くの人と共有できるものにしようっていう始まりだったよね、うん、そうですね、ちょっと窓口を広げようかみたいな歌詞作りを。そうそう、いやだから2人で歌詞作るっていうのも面白かったですね。面白かった、うん、交換日記みたいになってたもんね。ですねこここんなんこう途中まで送ってみたいな、ね、そうそう、いやだしあの時にやっぱこう久々に会えたじゃないですか、うん、それがまさになんかこの曲のなんかいいとこだなって思いましたね。だってもう本当になんとなくこの合体させた歌詞を須田がギター持ってきて、うん、事務所の会議室でね。そうですね、なんだもう仕事っていう名目で東前さんに会いに行ったみたいな都合を作ってみたいな感じでもあったんで、ちょっとした遠距離恋愛みたいになってた、ね、遠距離恋愛みたいになってましたね、クリエイティブな。そうですね、だからいやで奇跡的というか狙ったのかは分かんないけど、はいはい、歌詞もさ、うん、ちょうど多分半々ぐらいになってるじゃん、考えた分。そうですかね、センテンスというか、はいはいはい、それが素敵なコラボというか、うん、混ざり方したなって、はいはい、でしかもそれがちょうどまとまってて、うん、うん、感想はだからもう、そうか、今曲の感想か、星3つですって感じありがとうございます、3ついただきましたゆるっ久々に仕事をしてみての感想、うん、だ仕事っていう感覚じゃん、まあ、確かに、まあ、もちろんちゃんとさいろんな人も関わってもらって、うん、こうやって世に出させていただくわけだから、うん、ちゃんとその決めなきゃいけないこととか、うん、ちゃんとしなきゃいけないこと、まあまあそうですね、スケジュール感とかね。でも根っこにあるのはやっぱ最初にちょっとなんかしませんっていう、うん、え、実際リアルに共演みたいなことで言うといつぶりになるんだろう。作品、作品最後なんだ、星ヶ丘、星ヶ丘が最後、星ヶ丘ワンダーランド、冴えないしはでも同じシーンがなかったんですよね。あー、でもまあそっか、同じ作品内で言うと冴えないしか、僕がゲストでお邪魔したのぐらい、うん、まあでもあれも同じ現場ではあったけどね、現場ではあったけどぐらいですもんね、うん、え、だマジで星ヶ丘じゃない、星ヶ丘ワンダーランドかな、映画ぐらいじゃないですか。もうなんかいっぱいやってると最後が何かって分かんなくなる、分かんなくなる、確かに。でもすごい久々だなって感覚はありましたね、うん、ありましたよ、うん、私もありました、ありましたね。これをどこに入れるか今悩んだよね、出会いね、うん、いやもうこの流れでこっちかな、うん、そっちだね、うん、
レコーディングのエピソードということですね。動体視力を試すと小技でふざけようとするのが俳優の良くないところですよね。本当にね。いらんのそんなの。いらんのよってよく現場で、ね、須田さんそれ大丈夫ですって言われて。ちょっとしたことバレる。ちょっと前に出ようとする恥ずかしい、ね。レコーディングのエピソード。レコーディングなんであんな慣れてたんですか。慣れてる？なんか慣れ、うん、すっごい早かったっすよ。あ、そうなんですか。うん。少なくとも僕が初めてやった時はそんな。なんかそのいろいろカフの説明とかされるじゃないですか。ここが自分の声返ってますよとか、こうね、ヘッドホンのこの先についてるところのとか、これ自分返ってます、これミックス全部流れてますとかっていうのもなんか、あ、はいはいみたいな、なんかこう、それはなんかナレーションの仕事で使うかな。あ、そういうことか。うん、ヘッドホンで歌うっていうのは、うん、あんまないよ。俺未だにちょっとやっぱ慣れないとかちょっとあるんですけど、あれしようこれしようとかうまく歌おうとかってあんま思ってなかったかも。ああ、だからか。素直にやってくれて、それがもうバーンすぐハマったからなのかな、うん、あとやっぱ歌詞を考えてた時間があったからかな。そっかそっか、作りの時から、うん、音のトラックとかさ、はいはいはい、メロディーラインとかに乗る言葉とか、ここはなんかっていうイメージしながら俺も作ってたから。なるほどなるほど。そんなにこうどうこうしようと思ってなかったかな。だから、いや、にしても、あとしかも座りながら歌うから。そう、そんなにみんな立つんですか。いや、レコーディングで俺座りながら歌う人初めて、僕の見る限りですよ。全然この数年のレコーディングっていうものを見てきた中でですけど、初めて見ましたね。私自分は座ってではあんな歌えない。次の曲でやってみて。じゃやってみる。意外といいか。意外と安定したりすんのかな、うん。で、あとやっぱブースの中にいる智也さんにこう、こうね、ボタン、赤いボタンを押すと言葉が届くんですよね。天の声がね。そうそう、うん、それで指示出すのが僕は楽しかったですね。それはちょっとね、ほっと、うん、ほっとできる。そうですよね。ブースの中ってやっぱ孤立するから、うん、寂しいんですよね、あれね。で、こう音聞こえないけど映像とか画面の奥でみんななんかワイワイ喋ってんなとか、うん、あれなんか下の人険しいなとかと思うと、あれ俺今の良くなかったのかなみたいな。見ちゃダメ、見ちゃダメ。そうなっちゃうから、大体勘違い。もう俺それ知ってるから、もう全部リアクションしていこうと思って。いい感じですみたいな。今ちょっとこういうこと喋ってますみたいな。きっと気楽にできたよ。ああ、よかったですね。うん、友達、応援団がいるみたいな感じだ。あ、そうですね。確かに味方ではあります、ね。そうだ。レコーディングエピソードとしては、だから自分がやったり須田もやったりしてる中で、さっきの心のやつ、あっちの方が好きですねとか須田が言ってんのが、うんうんうん、あ、やっぱり音楽活動やってきてんだなっていうね。あ、今まで見たことないから、その制作の、音楽制作の須田は俺は。あ、まあ確かに。そこのね、新しい、あ、なんだろう、たびたび新しい顔を見せてくれる。まあでも俳優業だとまあない時間ですもんね、あれは。言われる、ディレクションされる側だからね。そうですね、うん、決定権もないしさ、ないですね。まあ、相談はしたりするけどさ、うん、だから不思議な時間でしたよ、レコーディングっていうのはね。そんなレコーディングでの、はいはいはい、いやー、もうわかんない。俺は少なくとも、あの、智也さんの声が聞きたくてこれやってるんで。でも僕が楽しければいいんですよ、うん、っていうぐらいの気持ちなんですけど、きっとだってこういう曲調のっていうか、うん、歌、智也さんの声聞きたいっていう人絶対いると思うから。そうなのかな、うんうん、僕はなんかだってもう一生にそうない機会じゃないですか。だからそういう意味では、だから中村智也の歌プロデューサーだよね。あ、勝手にね、うん、確かに、うん、で僕は宇津田のライブも行かせてもらってるし、アルバムとかも聴かせてもらってるし、あとそうだ、智也さんが自分のイベントの時に僕の曲を弾き語りでしてくれたりしたから、それもあってちょっとなんかやってくれるんじゃないかなっていうのも。僕は宇津田の曲の中で一番好きなのがセリフっていうね、ね、曲なんですよ。ひゅーい君作詞作曲、石崎ひゅーい作詞作曲、ちょっと歌っていいっつって聞いて、いいよいいよいいよって言われて、いや、それがめっちゃ良かったからいけるんじゃないかなって僕は勝手に。うん、でもなんか声質とか違うもんね、やっぱね。そうですよね、うん、歌ってみると、あ、そっかって面白かったし、逆に言うとその、うん、ない、お互いにないからお互いいいなって思うみたいなのもあるんじゃない。そうかもしれないですね。俺も須田みたいな男臭い歌い方、まっすぐな声、うん、
いやでもやろうと思ってやろうとってかできるそれもできるかな。いや今回でもちょっと意識したけどね。でもそうですよね。そんな結局俺だなみたいになっちゃったけど。いやでもあの透明感っていうかなんていうのかな気持ちいいんですよ。なんかね俺ね自分で最近よく思うの芝居のこともそうだけど、はいはい、俺ってなんかストレート投げれない人だなってストレートのつもりでもツーシームになる人なんだよね。多分芝居も歌も。あそうなのかな。だからそこで須田はストレート投げるから、はいはい、なんかやっぱ羨ましさはあるし憧れもあるし、あだそれで言うとやっぱ変化球に憧れがあるのかな技術的な、ね、うん。ちょっとだけ手元で落とすよね。でもそういう意味で言うと表現で言うとえ どっちですか。須田が俺がですか。手元 で気づかない程度落とすみたいなの好きだよねはず分かんない話だよこれ俺ももっとねフォークしたいんだけど、うん、そんな2人ですがそもそもの出会いは覚えていますか。あ出会いね。そんなことも喋ってみますか、うん、出会い、まあ、確実に僕がトップコートに入った時にもいたので、うん、その頃に出会ってるはずなんですよね。どのタイミングか。そうね、いやなんか俺の記憶では今日一日思い出してたのは、うんまあ、いつもそうですけどうちあの事務所の忘年会とあと社長の誕生日会みたいなの時、うんまあ、みんな集まるじゃないですか、うん、のどっちかでやっぱみんな人それぞれこう、うん、スピーチ一人一人喋る時にスピーチ好きだからねうちそう絶対こう持ち時間があるんで、うん、その時やっぱ東前さんが喋るとみんながうわってなる。なんかその最初イメージめっちゃ笑い取ってんだこの人っていうだってもうあれ放送作家さん入れてるもん必死だよ準備してんだ準備3ヶ月前からあそりゃそうだやっぱ自力がちげえやそのイメージだな。だからもう全然素人の頃ですよね。事務所まだ入りたて須田まさきって名前もらいましたぐらいの時に何にも分からずこういる中の手だれ感まあね、うん、あいつなんだっていうもんだったしね、うん、誰かのイメージかな最初は。うーんで舞台見に行ってうわすげえなっていう連続かな。ありとうっす。私は一番記憶というかちゃんと鮮明に覚えてるのが2011年の事務所でやったイベントの時に、うん、なんか俺が MC みたいなやってて、はいはいはい、各人それぞれ持ちコーナーがあってみたいな、うんでその時須田女装とかしながら通りと遊んでたんだよね前3人でやってたんだけど、はいはい、その時にいろいろ待ち時間喋ったりした時に、はいはい、とってもこう懐かしい知的な子だなって思って。あ面白いことにあのイベント DVD になってんだよね今からでもチェックできるぞとチェックできるのかちょっと見てほしいな。トップコートのオンラインショップです。買えるぞとこれ、うんまあ、まあ それそんなことをやる思わぬ方向に行ったけどまあまあある種原点ですけどね。あの時に喋って、うん、なんかその時にね誰か社長だったかな、まあ、何様だって話だけど、いやいや俺行った記憶がある。なんか変な映画とかテレビももちろん今バンバンやってる時だったけど変な映画とかやったらすげえなんか面白いと思うよみたいな話した記憶がある。へえだからかな、うん、最初割と変な映画やろうって時事務所雲行き怪しかったですからねうち。そうなんだ、うん、そんなことやらさなくてよくないみたいな。やっぱそれはそうじゃないですか。まあまあ最初のね、うん、スタートダッシュがかかってたからね、うん、やったことないことだし、うん、なんか変な映画っていうのもあれだけどまあある姿勢がついてるとかね、うんうん、そういう須田の見たこともない景色をね、おここでぶっこんできた見せていろんな仕事の間違いを探しながら、うわすごいな、エレジーしていただければ。いや雑最後最後だけ雑神様にサンキューと。途中までなんかいい流れでトンチ聞かせてきたのにそういうとこがやっぱ素人だね。まあでもエレジー、まあそうね、エレジー聞かせてきたっていうのはある種間違ってはない。愛かなんだ、悲しい歌って意味なんで、そうもし間違ってもないで、まあ最終的にはまあさよならするわけで、さよならしたんだ、さよならしてんじゃん。だと大丈夫かなこの動画。まあまあどうなってるかですよ。どうとでもですよ。だからそんな意味出会いでしたよ。はいはい、ありがとうございます。そうまさかちゃんと MV まで作ってもらえる曲になるとは思わなかったですけどね。ね
本当に仕事してる感覚なかったもんな。なかったですね、っていうかだってこの3人が集まるっていうのも、そう初めてなんだよ。初めてなんですね、うん、